しました。今回は日曜日の配信です。週刊レスルワン TV ナビゲーターはオフィシャルサポーターのジアワン長友春奈です。今週のレスルワン TV は11月16日狭山大会、17日千葉大会を熱々の速報でお届け。さらに11月23日後楽園ホール大会の特集第2弾もあります。今週も内容盛りだくさん、最後まで楽しんでってください。それでは早速狭山大会、千葉大会の速報いってみよう。 11.16 狭山大会の第2試合はアレハンドロとトンドコロジュンのシングルマッチ。レッスル1の未来を担う新世代クルーザー選手の激突は、アレハンドロの空中殺法に苦戦を強いられながらも、トンドコロが意地の反撃。ドロップキック、トラースキックを直撃させると、必殺のドラゴンスープレックスホールド。完璧なスリーカウントを奪い、先輩越えを果たしました。トンドコロって名前が変わって初勝利、今月のコラケンホールはシーマ選手と組むってことになってるけど、別に組むからといって俺はストロングハーツではないし、レストラン代表として組むだけ。それとレストランにスパイがいるいない言ってるけど、レストランにスパイはいない。セミファイナルは曽山ナブ、ペガソイルミナル組と土井浩二、エルイヒョーテルパンテーラ組のタッグマッチ。10月の後楽園大会終了後、欠場に入ったペガソが復帰。再起を図るペガソは欠場明けとは思えぬ華麗な動きを見せると、タッグ王座を保持する土井にロックオン。そして最後は曽谷がワイルドボンバーをぶち込み、パンテーラを料理しました。この間の後楽園で足の選手に負けて首の怪我をしてしまい、皆さんにご迷惑ご心配おかけして申し訳ございませんでした。でも帰ってきたからには、またゼロから無差別のベルトを狙って、やっていきます。そして次の後楽園、所選手とシーマ選手、戦いますが、自分初めてストロングハーツの選手と、戦うんですけど、僕がメキシコにいた時に一度シーマさんにはお会いしたことがあって、そういう認識もあるので、試合はしたことなかったので、楽しみであります。以上です。ありがとうございました。狭山大会のメインイベントには狭山市議会議員としても活動する土方隆二が登場。カズ、近藤、アンディと組み、アンファンテリブルと対戦。この試合、アンファンテリブルの格好の的となった土方が集中砲火を浴び苦しい展開。それでも地元狭山の人々の声援に後押しされ、猛攻を耐えた土方はハイキック、シャイニング弾で逆襲。さらにアンディがミサイルキックで飛び込むと、チーム246プレジデンツも強力な援護射撃。そして追撃のジャンピングハイキックを放った土方は仕上げのフィッシャーマンバスター。この必殺コンボでアラケンを撃破、アンファンテリブルを返り討ちにしています。また最後までやれる日を私自身楽しみに待ってますんで、ぜひその時にはご協力のほどよろしくお願いします。今日本当にありがとうございました。まだまだいけますね。いけますね。頑張ります。先生のああいう風な、熱い魂を持った、試合と、一つの興行、そういうものをどんどん目指して、頑張っていきますんで、はい、今後もよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。
頑張りました。頑張りました。クルさん頑張れ。はい。続いては 11.17 千葉大会。11ヶ月ぶりのレッスルワン参戦となる日野雄二は、マナ弟子でプロレス総合学院5期生の鈴木優太と組んで、曽山学、佐藤嗣隆組と対戦。レッスルワンチャンピオンシップで激闘を繰り広げた曽谷との再会は、激しすぎるチョップの打ち合い。この壮絶なラリーに佐藤が割って入ると、合体ブレーンバスター。さらに怪物狩りに燃える佐藤はバックドロップで追撃を仕掛けカバーへ、がカウントは2でストップとなります。するとその健闘もここまで。日野がラリアット一撃で黙らせると、天下無双のファッキンボム。圧倒的なパワーで佐藤を飲み込み、その力を見せつけました。面白いね、ああいうまっすぐこうぶつかり合える、ね、相手、ああいう相手が対角線にいると気合入りますね、うん、佐藤選手ですね、実際にあの自分が先生、コーチとしてですね、コーチのお一人として実際にプロレスの本当基本を教わったっていうか、だから今日の試合は自分からしてみれば、まあ約半年、デビューしてから半年プロの世界でいろいろやらせていただいておりまして、どんだけ自分が成長したかっていう、それを佐藤さんに、まあ恩返しじゃないですけどぶつけたかったっていう気持ちがあります。もういつでも戦える準備を、はい、したいと思います。ありがとうございました。思いっきり、もう正面からぶち当たれるって相手がなかなかいないんで、本当に体のダメージはすごいですよ。ああ本当に、でも本当にすがすがしい、はあ、負けましたけど、はあ、もし仮にチャンスがあるならもう一度同じカードでリベンジしたい、はあ、前回も日野さんに負けたんですけど、またあの時から体重も10キロぐらい増えて、また戻ってきて日野さんと戦ったんですけど、まだまだやっぱり体でかいし、技一つ一つの強さと重みが伝わって、すごいすごいラリアット、すごいチョップ持ってますけど、僕もまだまだでかくなってあそこに立ち向かっていけるような選手になりたいです。そして僕の後輩でもある鈴木選手に負けたことをちょっと反省して、しっかり次はもう一回あのタックでこっちも曽谷さんと一緒に戦いたいです。ありがとうございました。第5試合はクルーザーディビジョンチャンピオンシップの前哨戦、王者児玉雄介と挑戦者アンディ・ウーがタッグマッチで対戦。 11.1 新木場大会でチャンピオンから3カウントを奪い、勢いに乗るアンディはこの前哨戦でも好調ぶりをアピール。その後も蝶のように舞い相手を翻弄しますが、場外戦に持ち込まれ劣勢に。ラフファイトを貫く児玉はマスクに手をかけ精神的揺さぶり。するとこの暴挙で火がついたアンディが怒りの奥義、芦野の攻撃を華麗にかわすと、場外の児玉めがけ三角飛びプランチャー。そして稲葉が顔面ウォッシュで芦野に襲いかかり、アンディと合体殺法。豪快に決まったブルーサンダーは惜しくもカウント2。カットに入った児玉に詰め寄るアンディ、しかし背後から芦野が忍び寄り投げっぱなしジャーマン。返す刀で稲葉もマットに叩きつけると、児玉のアシスト付きでもう一発。稲葉が自力で肩を上げても切れ味鋭い T ボーンスープレックスで文句なしの3カウント。
直接決着とはならなかったものの、前哨戦は王者児玉に軍配です。あの三本半チンポの皮を剥いで、皮を剥いで恥ずかしいところ見しちゃったかな。何、ね、あのめっちゃ怒ってたから、まあね、ああいうのでねクルーザー来てもらって、ぐっちゃぐちゃのドロドロのドロドロなクルーザーのタイトルマッチにして、もうねぐちゃぐちゃでいいから、うん、楽しみたいなと。いやもう最高したね、防衛しちゃう、うん、俺らは、うん、アンファンテレブルのよ、ストロングハーツ、うん、いやシーマだな。シーマか、うん、シーマなんだよ、出ざるを得ない、うん、でもよ先に、うん、ストロングハーツのティーホーク、うん、リンダマン、うん、チャイナあとアメリカ人ね、うん、チャイナ、うん、あいつらを、うん、次の後楽園は、うん、誰でもいいよ、うん、タップアウト、うん、取ったら出てくるよなシーマ、うん、出てこなきゃいけなくなるよな、うん、もうそしたらよやろうよ、俺とやろうぜ、うん、分かってる。あいつの見てよ、あいつのフィニッシュ、シュバイン、うん、シュバインじゃねえ、なんだっけ、メテオラだ、うん、メテオラ、うん、あれさ膝で落ちてくるだろ、うん、あれ避けてアンクル行ったらさ、あいつ土下座でタップすることなんだよ。うわたまんない、すごい、どんなやり方だろうとよ、うん、アンファンテリブルがレストランを外敵のストロングハーツから守るから、うん、およく覚えとけ、レストラン見に来てるやつらよく肝に銘じとけよ、あいつら外敵だぞ。おいシーマのマイク、うん、確かに面白いかもしんない、うんうん、でも21年やっててよ、うん、俺らまあ俺なんて5年目だよ、うん、まだ5年経ってねえよ、うんうん、アンファンテリブルの意味よく調べとけよシーマ、うん、あんま舐めてるとよ、レストラン舐めてると、アンファンテリブル足野翔太郎舐めてると、うん、足元すくうぞ。これ見ろこれ、足元には気をつけろそういうことだ、まあ、これが現クルーザーチャンピオンのやり方か、うん、許さん。セミファイナルはリザルトチャンピオンシップ、王者田中岩石が熊嵐を迎え撃った一戦、新木場で荒剣を破り初防衛に成功した岩石、再び対アンファンテリブルとなった2度目の防衛戦は、熊嵐のラフファイト、圧倒的なパワーに大苦戦。それでも王者の意地で追撃を振り切った岩石は、執念の水車落とし、そして熊殺しの関節技で勝負へ。しかし強引に持ち上げた熊嵐がパワーボム、大の字となった岩石でしたが、これは作戦、三角締めから腕十字に移行してギブアップを迫ります。ロープに逃げられると今度は岩石ロックへ、がラリアットで反撃を許すと、一気に畳みかけた熊嵐が東京ピンプス、岩石これはなんとか2で返しますが、ダイビングセントーンが直撃しては、返すことができず3カウント、岩石を完全粉砕した熊嵐がベルトを奪取しています。オッケーナイス、これは演出だよお前、何もねえよお前、今日俺朝から憂鬱だったんだよ、あんな隠したってやらされてよ、ふざけんじゃねえよ、あファックだよファック、こんなやろ、何もねえよお前、ほんとに深いんだけど、うわ、飛び工事で汗の匂いがする。あ、そうだ。どっかで聞いたこと、どっかで嗅いだことあると思ったら。嗅いだことあるんだ。うわ、くっさ。初代か。これさ、もうこうしちゃいましょう。はい、ぽい。はい、缶です。燃えないゴミです。千葉県のね、あのこういうやつちゃんと従って、あのここは捨てますんで。何よりかな。うん、ちょっとわかんないけど、うん、このブルーフィールドの人に、うん、お願いして処理してもらって、うん、やりましょう。あ、うん、何もねえよ、もう二度とこんな思いしたくない俺にはやんなきゃいけないことがあった、あのベルト
あのベルトを光らせたい、色をつけたい。あのベルトをレスランチャンピオンシップやタッグチャンピオン、クルーザーチャンピオンシップの次に誰からでも覚えてもらえるようなベルトに輝かしたかった。でも現時点で全チャンピオンだからもう一回リマッチする権限あるだろう。文句ないよな。俺はもう一回あのベルト狙うからな。俺が輝かすからな。絶対やってやる俺が。千葉大会のメインイベントは6人タッグマッチ。この試合ペガソが2日連続の対戦となった土井を正面突破すると、もう一人のタッグチャンピオン近藤を合体攻撃で圧倒。さらに河野も続きますが、近藤も豪快に反撃ののろしを上げ、華麗なる空中殺法でアレハンドロがフィニッシュへ。しかし河野がスワンダイブを受け止め、ハイアングルチョークスラム、さらにネックハンキングボムからダイナマイト級のニーアタック。メインはカズ、河野、ペガス組が勝利となりました。試合後、暴れ足りない土井がペガソに突っかかり大乱闘に発展。止めろって。河野正幸、河野、お前を倒すまで俺は負けねえ。俺らタッグチャンピオンだよ。なんだあのガキ突っかかってきやがって。ただ今日俺切れてもねえよ。おい、100年入ってんバカ野郎、お前切れさせてみろ。俺1割も切れてねえ。まだまだ足んねえからよ。おい、土井近藤に突っかかるのも外れくじだ。まあ振り向かしてみろ。先月の後楽園、無差別挑戦して負けたけど、あれで終わったわけじゃないし。土井浩二、やるならやってやるよ。俺があいつ潰してやるよ。絶対勝ってやるから。続いては11月23日後楽園ホール大会の特集第2弾。ついに全対戦カードが決定。各試合の見どころをチェックしていきましょう。どうぞ。ああ。来たか。お疲れ様です。おう、遅えよお前、待たすんじゃねえよ。このやろ、なんか後楽園ホール大会特集って聞いたんですよ。あ、そうだよ。なんで出ない人。うるせえよ、出ない人がじゃねえんだってめえ、このやろ。出ねえからお前できることやってやろうっつってやってんだよ、お前バカ野郎がよ。まあこの会社のために俺がもう一肌また脱いでやろうかと思ってよ、後楽園盛り上げるためにな。だから、まあ、今日は第2弾だな、立花企画。 T シャツはお前裏で進んでるからもう少し待っとけ。で、まあ第2弾としてこれ見ろ。11月23日後楽園、俺の勝敗予想だよ。え、勝敗予想するだけですか。あ、そうだよ。それだけですかってなんだよお前。え、なんもないんですか。なんかあの勝敗外したら罰ゲームとか。いや、まあ、なんだよそれ。ねえよ別によ。俺は勝敗予想をして、それでその見てるやつら、このレッスン TV 見てるやつらが、あ、こういう風に見ればいいんだな、立花さんがこうやって言ってんだなっつってよ。いや、そんな風に見ないんですよね。いや、見るよ見るわお前。いや、絶対当たるんですか。当たるよお前、絶対当たるよ。まあ、絶対当たるけど、まあ、万が一もねえけどな。万が一もねえけど、絶対当たるけど、じゃあまあ絶対当たるから、じゃあいいやってやるよ。なんでもお前、もうそのなんだお前、外したら罰ゲームか。当日後楽園でなんかやってくれる。なんで後楽園でなんだよお前。そしたらだって皆さんあるじゃないですか、後楽園来てくれるじゃないですか。あ、本当かお前。じゃあ
そうだな、じゃあなんか するよお前。ふざけやがって。じゃあ1試合でも外れたら罰ゲームって。いいお前重すぎだろお前。普通半分以上とかだろ。なんで1試合でも。いやだから外さねえ、万が一でもう外さねえけどよ。じゃあいいですね全部。お前第1試合目から外れたらどうすんだお前。俺が予想しててあいついきなり外しやがったってなるぞ。まあそれはそれでいいんですよ。まあまあじゃあいいよ。まあ俺は間違いねえけどな、万が一があっても間違いねえけど、もし俺が間違えた時に何かするのはお前来たやつだけの楽しみだよお前。分かったかこの野郎。だから来いよお前らということだよ。じゃあお前早速お前本題に入るぞこの野郎。早速っつうの時間かかったけどな。だあれだ、このまあ試合順まだ分かんねえけどな、これとりあえずまあ1個目この10人タッグだな。まあ10人タッグ、これはあれだな、ホンダがいるからなこっちには。なそれがちょっとあれだな、ネックだなこっちのチームからしたら。まあホンダの頑張り次第だけど、まあホンダが今のままだったらまあこっちの負けだな、こっちの負け、こっちの勝ち。わかるか。ちょっと待ってください。なんだよ。今何で書いたんですか。あ、市内だよお前。見ろ。これお前。俺が特製で作ったんだよ。あ？書きづらくないですか。便利だろ。なんでそんなめんどくさいことしたんですか。めんどくさくねえだろ。めんどくさいお前。バカお前。そうお前分かってねえなお前。こういうのお前いいだろお前。かっこいいだろお前。あ？かっこいいさお前求めなきゃダメなんだよ。わかるかお前。いくつになってもなお前。そういう心忘れんじゃねえよ。よし、じゃあ次だ、次はこれか、木村花、飛鳥組 VS 倉垣、米山組。あ、まあ正直言ってよ、女子プロは俺は詳しくねえから全然よ。まあ見たところっていうか調べたところ、こっちの組の方がよ圧倒的にキャリアがあるらしいからな。まあこっちは俺と同期だしよ、こいつは。でこいつは俺の一つ下らしいからな、年齢が。まあ、いわゆる若造どもだよ。だからまあこの試合はこうだな。こいつらは体格には恵まれてるけどな、正直やっぱりプロレスはそれだけじゃ勝てねえからな。だからまあこっちが負けでこっちは勝ちだよ。ああ、まあ、次だな。次は、これか、このカード。まあ正直こっちの方あんま俺は詳しくねえからよ。まあただこの前、だいぶ前か、6月この2人は新木場で試合して、それをまあ俺はその時欠場してたけどよ、まあ試合は見てたけどよ、この2人正直レッスル1の中でも、レッスルの中入っても全くトップレベルの身体能力の持ち主たちだからな。でまあ、こいつも噂によったらすげえ身体能力らしいけど、それだけじゃプロレスは勝てねえからな。この3人は正直世界を知ってるやつらだからな、とんでもねえ、いろんなもん、いろんなプロレスを見てきてるやつらだから、勢いに飲まれさえしなきゃこっちだな。うん、こっちの勢いに飲まれさえしなきゃ俺はこっちは勝つと思うよ。うん、まあ、この試合は、まあ、正直プロレスファンだったら見といた方がいいカードだな。ああ、次があれだな、まあ、アンファントリブルで、こっちがストロングハーツの対抗戦だな、まあ、いわゆる。まあこれはこっちだと思うけどな。ああ、俺はな。まあでも前回アジオさんがお前小玉さんに変わって、お前変わって負けたからな、何とも言えねえけど、あんまあれだな、あんまこれはお前あれだな、パパッと終わらせてえな。こっちが勝つな。ああ、こっちは負け。ああ、それだけ。次だ、次。よし、次だな。まあこのままストロングハーツで社長ペガサス、ペガソとシーマトンドコロ。まあこの試合、まあ、前回10月の後楽園でこの2人が試合して、トンショだったやつがトンドコロって名前変えられて、まあ、なんやかんやって組むことになったらしいけどな。この試合で言ったら俺は
こいつがよ、気に食わねえからよ、こいつがよ、こいつがよ、腹立つからよ、こいつに負けてほしいからよ、こっちだよ、俺のこれは要望だよ、この試合は、この野郎、お前がこうだ、バカ、勝負、ふざけやがって、この野郎、個人的な感情入りすぎてる、うるせえよ、この野郎、こんなしょうもねえ、こいつはよ、ふざけやがって、何とんどころだ、笑わせやがって、目立ってるから。うるせえよ、嫉妬してねえバカ野郎、お前目立って、なんだ俺がお前復帰したらこんなやつ、お前あれだぞ、お前端っこだ端っこ、お前あれ飛んどころなんかいたっけって感じにしてやるからよ、クシュシュボケだよ。よし、じゃあ次だな、まあ、次は11月で唯一あるタイトルマッチ、児玉 VS アンディ、まあし、まあ、これはよ、まあ、今日客観的に見てたからよ、俺の市場一切入ってねえから、ああ、まあそれでよ、客観的に見てよ、まあ、正直言って児玉っていうレスラーはよ、プロレスラーの俺から見てな、まあ、正直すげえからな、プロレスラーが見てすげえって思うようなスキルを持ってるからな、こいつは。それがお前あれだよ、見てるやつらに伝わるかどうか分かんねえけどな、こいつはダメージとかを最小限に抑えられるからな、受け身がうめえからよ。だからアンディの技がどこまで通用するか、まあ、前哨戦でこいつがフェイフォンの返し方が分からねえとか最近言ってるからよ、フェイフォンが決まりゃアンディだけど、それを決めさせないような対策をこいつは練ってるわけだからな、あいつこいつ切り返し方とか言ってたけど、おそらく出させないような対策も練っているはずだからな、その対策が完璧だったらこれはこうだな、おそらくこいつ、まあ、児玉雄介完璧に練ってくんだ、うるせえなこの野郎、お前、お前バカ、お前、俺も今思ったわ、お前、こっちは罰だよ、見えるか、お前、見えないです、ふざけんじゃねえよ、お前、こうだよ、分かったか、お前、最初からそれで、うるせえなてめえこの野郎、なんだ、力やれってやるっつうのか、お前、やんねえよバカ野郎、お前、ふざけやって、よし、じゃあこれで最後だな、まあ、次が最後のカードがイケメン佐藤、まあこいつの復帰戦ってわけだな、まあこれが復帰戦じゃなくてよ、こいつが怪我する前で普通に欠場しねえでこのままやってたら、こいつが勝ってこいつが負ける、それはお前ほとんどもう10人いたら100人いて1人こいつが勝つって言うかどうかぐらいだな、ぐらいなだと思うけどよ、実際こいつは2ヶ月約3ヶ月か3ヶ月弱欠場してて、こいつはその間もまあ他団体とかも出てたからな、まあいろいろ自分のレストランの試合もフルで出ててよ、まあ、こいつは何より、レストランで言ったら河野か、河野の次にでけえからよ、その体格をうまく活かせるようになったらこいつだけど、まあ、最近の試合を見ててな、まあ生かしきれてはねえからな、こいつは自分の体格をまだ、まあ普通に言ったらこいつだな、まあ、こいつのお前新必殺技イケメンスラッシュとかいうわけのわかんない技があるんだけどよ、あれの威力がどれだけわかんねえけど、俺の頭の上にお前リンゴ乗せてよ、それをまあ吹っ飛ばせる、リンゴだけを吹っ飛ばしたわけだからな、精度は高いわけだよ、その一発が決まったらおそらくこいつは取られるだろうな、3つ、まあ、ということでこっちだな、こう、ああ、分かったか、これだよ、ああ、まあ11月23日の後楽園ホール大会、まあ、俺は出ねえけどよ、まあ、俺のこの勝敗予想を聞いてよ、もっと見に行きたくなったと思うからよ、見に来ようか迷ってるやつ、見に来るやつは楽しみにして、見に来ようか迷ってるやつは絶対に見に来よ、休みだから空いてたろてめえら、俺の射程どもお前全員来いよ、分かってんなこの野郎、罰ゲーム楽しみ、うるせえよこの野郎、だから外すわけねえからな、罰ゲームなんかねえよ、お前ら楽しみにしてるかもしんねえけどな、罰ゲームは悪いけどねえよお前、またの機会だ、絶対ないです、絶対ねえよお前、絶対外れねえ、 100% ねえから安心しとけこの野郎、じゃあお前また後楽園ホール見に来いよこの野郎、あ
それでは改めて11月23日後楽園ホール大会の全対戦カードです。レッスルワンチャンピオン芦野選手とストロングハーツの初遭遇、トンドコロ選手はシーマ選手とタッグを結成してカズ選手、ペガソ選手組と激突。さらにクルーザーディビジョンチャンピオンシップ児玉選手 VS アンディ選手、イケメン選手待望の復帰戦など、どのカードも見逃せません。ぜひ皆さん会場へ。今週のレッスルワン TV もお別れの時間となりました。次回のレッスルワン TV は土曜日配信です。11月23日の後楽園ホール大会の速報をお送りいたします。今回のナビゲーターはチアワンの長友春菜でした。皆さん後楽園ホールで待っちょるよ。